テーマ、ライフスタイルでお話しさせていただきます。よろしくお願いします。暑いのがとても苦手で、夏も嫌いなのですが、花火大会だけは暑いのも我慢できます。間近で臨場感半端なく見たいので、暑さ対策を万全にして、できるだけ近く仕掛け花火も見える場所を確保するために昼間から出かけます。最近は近場の花火大会では物足りなくなり、地方の有名な大きな花火大会にバスツアーを利用して見に行くようになりました。今年は8月25日にクラブツーリズムのバスツアーを利用して岐阜県の長良川花火大会に行ってきました。長良川花火大会は全国からよりすぐりの花火師が集い、伝統技の花火を披露されるというものです。テーマがあり、それに合わせた模様の花火と音楽も流れ、相乗効果でより感動的です。短い作品を鑑賞し、ネットで投票して審査するという現代ならではの企画もあり、他の花火大会とは違った楽しみ方もできました。クライマックスのナイアガラは川の上を長い距離連なっていて見事でした。花火を写真に撮るのはとても難しいですが、プロのカメラマンが撮影したすごく綺麗な写真や、今は 4K 動画が YouTube などにアップされていますので、ぜひ見てもらいたいです。奇跡的に自分で撮影できた珍しい花火を一つご紹介します。これはタイトル、ダイヤの指輪という作品で打ち上がったものです。ダイヤの三角形が綺麗に出ている瞬間を撮影できました。実際に見てみたいと思った方もいらっしゃるかなと思いますので、ネットに出ていた死ぬまでに一度は行ってみたい花火大会ランキングというのをご紹介します。1位は長岡祭り大花火大会です。来年行きたいと思っています。2位は全国花火競技大会大曲の花火です。これは一昨年できました。クライマックスは笑ってしまうほど圧巻すぎてとても感動しました。秋田まで遠いですが、見に行く価値ありです。3位は東京の隅田川花火大会ということです。そしてバスツアーを利用して見に行く理由として、私的メリット・デメリットをまとめてみました。バスツアーのメリットは、特別有料席の一番ベストな場所で見ることができる。観覧席まで案内してくれるので、行き方を調べなくても迷ったりしない。トイレ休憩に立ち寄るサービスエリアでご当地物が買えたり食べたりできる。終わってからの交通渋滞も寝ていればホテルまで連れて行ってくれる。これが一番のメリットだと思います。花火以外の観光もついているツアーだと2倍、3倍楽しめます。またデメリットは、花火開始に遅れたら絶対にダメなので、開始より随分早い時間に到着して待たなければいけない。大サービスエリアに寄れると限らない。ゆっくりお土産を見たり食べたりする時間がない。このようにデメリットもありますが、基本寝ているだけでいい。寝ているだけで花火会場やホテルまで連れて行ってくれる。終わってからの混雑を感じることなく寝ていればいい。なのでバスツアーがとてもとてもおすすめです。ということで、皆さんもぜひ地方の大きな花火大会でかけて夜空の輝く花火に感動してください。以上です。ありがとうございました。